トイステージラジオをお聞きの皆さん、明けましておめでとうございます。イエーイ、ね、はい、というわけで、はい、もうね、年が明けました、うん、明けましたね。もうね、聞いていただいてる皆さんには、うん、2013年も大変お世話になりました。はい、ありがとうございます。そしてこの2014年も、はい、私たちトイステージは、うん、もう子供たちにね、もうたくさんの笑顔とハッピーを届けられるような、はい、楽しい、うん、嬉しいステージをたくさん作ってお届けしていきたいと思いますので、はい、皆さんぜひ応援をよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ということでですね、はいはい、トイステージラジオ、うん、新年の一発目でございます、はい、一発目ですね。なんだか美味しそうなものが目の前に、うん、あるね。おせち料理をご用意していただきました。いい、ね、何があるかと言いますと、はい、カズノコ、うん、黒豆、はい、栗きんとん、お昆布の煮しめ、おお、そして紅白かまぼこ。イエーイ。えっていうか、紅白かまぼこか、これは紅白じゃないですか。確かにね、色はそうなってますけれども、赤いの皆さんお気づきでしょうか。まあ、もう気づきますわな、そら。はい、魚肉ソーセージ様ですよ。もう様つけちゃった。はい、もう新年一発目から、はい、もうさ、出すよ出すよ。今年も食べるよっていう方法ですか、これは。はい、方法です。まあそうなんや、まあね、好きなものやから。はい、でもこうやって紅白にするのいいかもね。ちょっと思っちゃった、私。でしょ、これ間に挟んでいただけたらもっといいよ。そうだよ。まあでもね、はい、おせち料理って、うんうん、まあ、その食べるものもね、それぞれにすごく意味がありましてですね、はい、うん、あ、そうですか。そうそう、調べてみると、おお、はい、まあ、まず重箱に入れるじゃないですか、うん、それは2段3段重ねるっていうことで、はい、こう服を重ねる、うん、めでたさが重なりますようにっていう意味があります。なるほど。そして数の子は、うん、まあね、あの、たくさんの子供じゃないですか。あ、はい、数の子ね。そう、はいはいはい、なので、うんうん、子孫繁栄、五穀豊穣。おー、いいですね。いいですね。それから昆布、昆布、うん、喜ぶ。あ、喜ぶ、それ面白いね。うん、いいね、喜びをね。あ、いいですね、たくさん来ますように。あ、そして黒豆、うん、黒豆、まあ、豆に働いて、お、豆に元気で過ごせますようにと。わー、これいっぱい食べなかん ね。いろいろあるわけですよね、はいはい、それぞれの意味がありますね、うん、ほんで、はいはい、魚に層もあるんですよ、これ。そう、うん、まあ、言っていいですか。いいですよ。ギョッとするような人気がそーっと出るような魚に層。どう、知らんわ。知らんか。そう、いいやん、初めて聞いた。ギョッとするような人気、しかも分かりにくいな。なんかそのギョッとするような人気がそーっと出るやん。そうそう、ソーセージもそうやから、ま、どっちやねん、みたいな。ギョッとするけどそーっと出るね。そーっと出る。じゃあ結局出てんのかな、出てないのかな、気づいたらみたいなこと。そうそうそう、ちょっと奥ゆかしい感じ。まあ、それ面白いけど、うんうん、じゃあトイステージがそうなりますように、はい、という願いを込めて、はい、頑張りましょう。あの、そう思ってくださる方は、はい、あの、今年から魚肉ソーセージ入れていただいても いいですね、言ってください。いいかと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、うん、今年も元気いっぱいに頑張っていきたいと思います。はい、今日のトイステージラジオ、お相手はトイステージのまゆとトイステージのかやこです。それではトイステージラジオスタートでーす。トイステージラジオ、トイステージラジオ、耳と尻尾丸いお目々黒いブチハリー、耳と尻尾逆立ちチュラリー、ドロンコハリー、ジョギキュイプリンパウイジョギハウイベリーデッドロンコボリドロンコハリー。いやー、おせちにね、ギョニさんも食べたということで、うんうん、先日ね、うん、ブーツをね、うん、買いに行ったんですよ。おもう全く関係ないけど。いや、なんでブーツを買いに行ったかって言うとですね、ちょっと前に、うん、誕生日に、うん、お母さんから、うん、あの、女子力アップな服をもらったよっていう話をしたじゃないですか。白くて、そうそうそう、ふわっとしてて、ね、でも甘すぎず、そうそうそう、辛すぎず、私のことめっちゃよくわかってるとか言ってたやつや。そうそうそう、それ覚えてまんがな。で、それで、うんうん、なんか合うブーツが欲しいんですよっていう話したじゃないですか、最後の方に。そうね、言ってた。そうそう、で、まあ結構それ公言してたんですけど、うん、なんか誰もプレゼントしてくれないので。そうそう、せえへんやろけど。なんか募集してたよね。募集してるでしょ、ブーツ、あの、募集してますみたいな。そうそう、まあ、結構待ったんですけど。待ちすぎやろ。だいぶ経ったわ。そう、もうもうないかなと思って、もうしゃあない、うん、もう自分で買おうと思ってですね。遅っ。そう、まあね、この間デパート
ートに行ったんですよ。はいはい。で、まあなんかこう最初靴売り場のね、うん、ブーツ売ってるところらへんで見て、うん、あ、まあちょっとこれいいなと思ったからこう試着とかさせてもらって、はいはい、こう運んできてくれてね、はいはいはい、任せてくれるんですけど、うん、まあその店員さんは結構これいいでしょとか押すわけではなく、はいはい、どうですかぐらいの、あ、もう優しく見守っててくれてる感じ。私結構そういうタイプの方大好き。あ、そうですか。私もどっちかってそっちがいいんですけど、うんうん、なんかもうちょっとなんか一押し欲しかったんですよ。あ、なんかもうこれはもう大人気のやつですよみたいな、なんかちょっとそういう言葉も欲しかったぐらいなんですよ。あ、なるほど。まあ、そういう方もいるでしょうね。そうそうそう、うんうん、でもなんかその方はそうじゃなかったんで、うん、こんだけ迷えたらちょっとやめた方がいいかなと思って、うん、そのお店はちょっと考えますって言って退散したんですよ、はいはいはい、うん、いやでもねやっぱ欲しいしなと思って、ちょっと上の階の服屋さんとかでもたまにブーツ売ってたりするじゃないですか。売ってる売ってる、ね、うん、でそこでちょっといいのがあるかもしれへんと思って、うんうん、で行ったら見っけたんですよ。はん、これええやん、もう運命だぐらいのやつ。もう、うわこれめっちゃいいと思って、いいですね、うん、そう、値段も手頃やし、じゃあこれちょっと履かしてくださいと言った瞬間、うんうん、店員さんは、はこれいいでしょみたいな感じ。さっきの店員さんとは全然違うわけですよ。はいはいはい、めっちゃプッシュしてくるわけですよ。でもそれを求めてたんですよね、うん、そう、求めててんけど、じゃあいいじゃない。でもなんか、ね、うんうん、なんかプッシュ感が半端なくて、はいはい、なんかね、ちょっと履いてみたところ、うん、色がもうちょっと濃かったらいいなって感じがしたんですよ、うん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 、でもその店員さんめっちゃ押してくるから、うん、うん、じゃあこれにしますみたいな、ほんま押され負けてしまったんですけど完全にほんで買ったはいいけど、うん、なんか帰り道ちょっと、やっぱりちょっとやめといた方がよかったなと思って、ほう、なんかちょっと迷ってきたんですよ、はいはい、でもあんだけプッシュされたしここで返品って言われへんしなとか思いながら帰って、結構じゃあちょっと下がってたね。でも家帰って、うん、合わせてみたんですよその服と、はいはい、うん、じゃあなんとベストマッチングじゃないですかその服と、はい、お、だからこの店員さんも押した甲斐があったなと思って、押した甲斐があったな、押した意味があったやなと思ってことを間違えた。なるほど。そうそうそう、だからちょっとこう新年ね、うん、女子力アップしていきますよ、うん、あの服を着て。でまた今日は着て、着てくれてないんやそれをごめんなさいそれ新年一発目さ、これを買ったんですよ、じゃじゃーんじゃないんや。ごめんなさいごめんなさい、ちょっとあのちょっと仕事がパーッと言ってたからちょっとあんまく綺麗な格好できへんかな思ってすいません。そうなんや。いや、いつか着てきますよ。いやもうね、じゃあ次週次週分かりました、はい、皆さんにも見ていただけたらなと思いますので、はい、楽しみにしててください。さあということで、うん、今日のテーマに行ってみましょう。今日のテーマはお正月遊び。ということで、はい、今日はお正月にこんなことして昔遊んだよとか、ほうほう、まあ、今からこんなことしたいよでもいいし、おお、いろんなお正月の遊びについてお話ししていきたいと思います、はい、オーケー。まあでもさ、はいはい、あのお正月まあ最初言わへんかったのはもう、うん、もういくつ寝るとじゃないからやで。あ、そうか、そういうこと、ね、もうお正月ですからってなるやろなと思って。あ、なるほど、ね、その続きやと思お正月にはタコをあげて、はいはい、コマを回して遊びましょう。あ、そう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 はいはいはい、そうですね、うん、だからタコあげる、タコあげたり、うん、コマを回したり、回したり、おー、しましたね。やった、やりました。私タコは前も言ったかもしれないですけど、うん、作ったことあるから。あ、なんか言ってたよね、はい、幼稚園で、幼稚園、小学校、まあ、難易度的には小学校かな。そうよね、なんか私の中ですごく難しいイメージなんですけど、うん、なんかでも、うん、割り箸に、そうですね、割り箸を使うね、使ったね、使ったね使ったよね、使った、なんかこう刺しずやね、でなんか模造紙みたいなやつに、はいはいはい、絵を描いて、そう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 、なんかバッテンみたいなのして、そうなんです、そうなんです、そうなんです、それになんかタコ糸みたいなの巻いて、巻いて、やったかも、うん、やったでしょ、絶対やってると思いますよ。それはでも果たして上がったのだろうかっていうところを覚えてない、うん、ね、上げた記憶があるけど、でもね結構難しかった記憶がある。あ、そう、なかなかそのやっぱちょっとね骨組みが違うだけでもやっぱ飛ぶ高さとか全然飛ばんかったりするみたいで、うん、あ、やっぱそういうのがあるんか。あるんです、やっぱり頭上げ方もあるかもしれないですけどね。そうだよね、なんかこう走って走ったね、持って走ったね、走った、ほんでやたら飛ばへんかったりすんのよね。そうそうそう、ほんででなんか一人こうやって持ってね、行くで行くで、そうそうそうまだ離さんといて、はいみたいなやったなんか自転車乗るみたいね、なんかね、あ、そうね、後ろでこう支えてあげるみたいな。そう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 、で、なんかいつの間にか話してるみたいなね。そうそう、まあ、でも話さないで、話さないで、持ってる、持ってるって言いながらもう話してるみたいな感動的な感じ。そうね、そうね、そんな感じ近いけどね。そんな感じか、うん、やったわ、やっぱり、うん、やってる、やってる、やったか。ほんで、でもなんかこう、うん、お隣の人とこう絡まったりとかするのよね。するのよね、
ってなったりとかそうそうそう、そこはちょっとお母さんお父さん出てきて、あ、すいません、うちの子がみたいな感じで、そこはもうね、そこはかよこママ出てくるやん、かよこママ出てくる、あ、うちの子も、あ、しっかりしなさいみたいな、しっかりしなさいもなんもないと思うねんけど、しゃあないけどな、別になんかこう俺の陣地みたいな、ないそういうこともないと思うねんけど、そうやな、なんかそこら辺はちょっと親が出てきてたかなみたいな、そうなんや、記憶があるし、ね、おかよこちゃんが怒られるよ、怒られんねん、あ、なるほど。うち結構ちっちゃい時は怖かったんで、お母さんなんて言わんでいいと思うけど怒られるわお母さんにそんなステージでしょって言われるわウケる。いやでもやったかも、うん、そう思ったらやりましたよ。コマ回し、コマ回しじゃないけどコマも、うん、なんかその上のとこだけ絵描いたりしましたね。あ、そうしてないしたよ。それはしてない。なんでそんなさそれで不安になった今。なんかしてない、なんかしてない、私してない。した、いやしたんでしょした、しました。私はしてないけど、まあ、したんでしょ、うん、私したと思う。あのさ、紐をぐるぐる巻いて巻いて、うんうん、そうそうそう、だからなんかその紐をぐるぐる巻くところあるじゃないですか、うんうん、コマの。だからそこになんかちょっと絵を描くだけみたいですけど、うん、まだだってさ、コマを削ったりはできないでしょ。そうそうそう、普通に考えてそこはね、さすがにね、うん、危ないしね、うん、でも絵描いてぐらいになるんじゃないかな。絵描くぐらいやな、それはやったな、うん、やった、うん、やったやったやった。で、実際ぐるぐる回った、ぐるぐる回ったよ。あれも結構コツいるんよ、こう斜めからシュッとね。なんか今足と手がすごいポーズやったけど。あ、そう、うん、だからこれ 真上からこうボンって置いたらね、絶対こけるから、うん、あ、こう平行にフェッとね。で、それをなんかこうポンって飛ばすようなテクニックとかもあったりするわけですよ。あるね、できへんけどね。ないけどね、そんなテクニック。、ね、なんかこうどっかのカゴの中に入れるとかはやったな、できた気がするな。ほんでなんかこう最初にこう、うん、なんていうの、最後まで残ってたのが勝ちみたいな。あー、なんかカーリングみたいだね。カーリング、違うか、カーリング、そんなちゃうか。押し出し形式みたいな。カーリング、あー、あー、わかった。あ、カーリング、円の中から出ていくみたいなね。なるほどなるほど、なんか最後ちょっと浮かんだね。ちょっとちゃうか、さすがかよこちゃん。まあそのコマもあるでしょ。はいはい。あとそのさ、うん、お歌で言うと2番もあるんですのよ。え、2番どうなん、全然知らない。お正月にはなんでしょう。お正月、次はなんか食べる系か、違うか、違うな、遊びやんな。うん、うん、お正月、福笑い、福笑いやからの、ハゴ板打って、何、坊主めくり。できた。まあできたね、できた。福笑いで坊主めくりで、じゃあ福笑い、ハゴ板ついて坊主めくり。どんなんや、どんなんや、ハゴ板で坊主めくんのか。風で、風で、風で、ふわっ。全部飛ぶ、新しい遊び。行くで、そうそう、パスワーみたいな。何が何なんだかよう分かれへんだけど、おもろいなそれ。最終ちょっと新しいの作っちゃったね。ねえねえ、何でも、あ、本当は、うん、本当はマリをついて、あ、マリね、そう、うんうん、お正月にはマリついて、追いバネついて遊びましょうです。あ、追いバネって何ですか。まあだからあの羽子板で羽つき、羽をつくってことです。ちょっとこれで私一つ知ってんねん、うん、これ調べて、何や、ウィキッタ、ウィキッタ、羽子板で、うん、これ由来があるんですよ。知ってます。あ、知ってる、そうそう、知らんことにしとこ。え、かよこちゃんがせっかくウィキってくれたから。え、知らん、知らんでしょ。そうなん、全然知らん。嘘くせえけど、何だ、まあ、まあ、知らんって聞いて、あ、ね、その羽に黒い丸ついてるじゃないですか、うん、はいはい、板に当たるとこね、うんうん、そこにさ、名前があって、はいはい、クロムジっていう名前があるんですよ。ん、ムクロジですよね。え、何それ、違う違う違う、え、クロムジってクロムジでしょ。クロムジじゃないよ、ムクロジですよ。ムクロジ、うん、嘘、マジ、うん、え、私めっちゃここにクロムジって書いてんねんけど、それ何、ウィキったんでしょ。ウィキった、ウィキって、そのでそのクロムジはじゃあどういうことやと思ってた、うん、クロムジは、うん、そのだから子供が、うん、患うことがないっていうその漢字にするとですね、ない患者の子って書いて、子供が患うことがないから、それをこう羽で落とさないように打つことによって厄除けになるっていう意味やと思ったんやけど、ちゃうの。じゃあでもね、これね、実際にはこう漢字で3文字で書きます。はいはい、あるなしのない、うん、ない、うん、にこう患うっていう字に、はい、子供の子なんですよね。はいはい、そうですね。で、子供が患わない、うん、で、ムクロジって読むんですけど、どう考えてもさ、最初のムーの時点で黒とは読めないよね。ほんまやな。いや、ちょっとおかしいなと思って、ってなるよね。あ、ちょっとおかしいな、黒、どうやって当てるのかなって思ってさ、感じを。まあまあ当て字なんかな。
そういう読み方もするからあーってもう落ち着いちゃったよそうそうそうあーってなったから、あ、そっか違いますよ。そうなんや、あ、そうむくろじね、むくろじっていう実を使って、はいはい、あの丸い黒いところね、はいはい、うん、それは、うん、その子供の無病息災を祈って、うん、やったんですよっていうことですよね。そうそうそうなの、そうなの、それが言いたかったのありがとうございましたそうなんですよ皆さん、そうなんですよ、うん、じゃあ、はい、この後もなんかまだまだ出てきそうなので、はい、この続きは後半でお話ししたいと思います、はい、それでは後半に続く。子供たちがはしゃぐ、子供たちを見つめる優しい視線がある、トイステージライブ。さあということで、はい、ねえ松やん、いろいろお話ししてきて、せっかく頑張ったのに、もうかよこちゃんは見切らなくていいんじゃないかな、かよこ見切りでいいかよこ辞書ぐらいの辞書、あ、それできるかもしれんな、うん、本にできるよ私きっといろいろありそう、そういうのかよこ語録みたいなの語録ちょっとチェックしてそれいいかも、売れるよ、めっちゃ楽しいかもしれん、ね、うん、みんな笑顔になると思うね、そうかな、うん、あのギョニソーのねあれみたいに、今日のそう、ね、ギョッとする人気ね、うん、そうそうそーっとでしょそうなんかなと思って、そうそうそう、そういう語録を集めるのは楽しいかもね、あ、いいですね、それを正月に楽しんでもらう、あ、じゃあカルタにしちゃう、カルタしちゃういいね、かやこカルタいいね、いいですね、そうそうそう、ぜひぜひ、次はカルタなんてどうでしょうって言おうと思ってたの、ちょうど、おー、いいですね、いいですね、うん、やっぱお正月カルタ、うん、カルタね、やったでしょ、やりました、やりました、ね、カルタ緊張するよね、私ああいうの苦手やね、あ、嘘、あの子、パーンってやるやつ、パン、パン、パンってします、パーンって取れへん、取らへん、もうペシですよ私は、こう顔あんまり変わらへんと思うけど今のペッてこう止める派ですけど、こう真上から行くか横から行くかの違い、あ、そう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 、いやなんかこうさ100人一首とかの選手権とか見たことある、 あ、はいはいはい、あります、あれあれさすごいのよ、競技ですよねあれね、そう、もうねあれ本当に競技なんですけどうん、うん、もうねスポーツっていうか、あ、そう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 、なんていうのもうさ横からこうスパーンってこう、そうそうそう、卓球のアタックかって、アタックで当てんのあれ、当てます当てます、うん、ぐらいのね、そうなんですよ、感じでこう、うんうん、もうスーパーって飛んでいくんですよ、そう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 、あの百人一首が、ね、なんかそれをね一回見てからちょっと憧れて、それに、はい、そんなことができたら素敵やなと思ってでもそれで一回障子破ったことがあるやりそうやねなんなんカルタパシー挟まった、そうそう、むしろなんかこう呼んで取るとかじゃなくてこう、うん、やれめくる練習みたいなやってたら絶対1個じゃないやろもう10個ぐらいペサーって言ってるよほんとね、障子がパスッといってねうわそれ怒られたやろ、新年早々みたいなしかもそういうのってこう年末に張り替えたりするから、そうやね、あ、ま、あうわーみたいなもうチーンですよ ね、 チーンね大丈夫やった、お母さんお父さん怒られんかった大丈夫大丈夫やったよ、いややったね、あ、ちょっとここで何何、卓球は私さっきなんて言ったん、アタックって言った、アタックほんでそう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 スマッシュでございます、スマッシュかスマッシュか、そっか、アタックはバレーボールか、そうだね、あ、そっか、そこ違うんやね、ブロックアタックね、あ、ブロックアタックね、そう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 、スマッシュでございました、スマッシュね、勉強になりました、失礼いたしました、いや、カルタもねやったでしょう、やりました、あとなんかこれやったみたいな、うん、これやったっていうのはね、ちょっとね、遊びかわかんないですけど、遊びの話やけど遊びじゃないの、まあいいよ、まあ、聞いてみる、聞いてみる、いや、書き初めとか、あ、まあ遊びじゃないけど、いやいや、うち、前もお話ししたかもしれないですけど、あの祖父が書家っていう、うん、あ、言ってたね、言ってたでしょ、うん、だからそのおじいちゃん家に行くとですね、うん、でおじいちゃんもだからもう正月早々こうペッとこう書いてあるわけですよ、かっこいい、書いてあるわけですよ、もうすごいお部屋があって、うん、でうちらはいとこすごい専用のお部屋があるの、あるんですよ、さすが書家でございますね、すごいでしょ、うん、で、まあうちらはいっぱいいとこ多いんで、うん、その違うお部屋でこうわさわさ遊んでるわけでしょ、うん、そうするとおじいちゃんがうるせえ
書き初めしろって言ってくるんですよほんまですよこれほんまにうるせえって言うのうるせえって言ってほんで、でその時パッて目についた子供を、うん、もう誰誰ちょっと来いお部屋来いって言われて一人ずつ一人ずつですよ、うん、でまあその時に運悪くね、うん、運悪くって言った方がいいけどまあ私呼ばれてですねまあまあまあ遊んでたからね今までねあのおじいちゃんのまんまに座らされて、うん、書けって言われてでこうなんか何書くんですかみたいな話なんですけどなんて書きましたかじいちゃんみたいな言うんですけど、うんうんうん、まあでもなんか書いて、うん、でもそれを学校に持っていってすごいこう褒められた記憶がありますよ、うん、さすがその指導の賜物ってことですよね、うん、そうそうそうもうめっちゃ一枚じゃないですよしかもこんな長い紙でこうベタベタベタって書かなくてめっちゃ例えばどんなことを書いたんですか何やったっけな忘れたなもうそこはじゃあ魚にそうでいいよもう忘れたらとか言って忘れた時の魚にそう違うけど違うけ ど, 違うけど、ね、忘れた時の魚にそうとかそんな使い方まずあかんね魚にそうさんに申し訳ないわそうほんまにそこはかよこちゃんが否定するとこですよそうやなごめんね魚にそう舐めてんのかって言っていいとこですよお前らごめんごめん魚にそうごめんな私が守らなな守らなないやそっかそっかいいですね書道、うん、そうですね久しぶりにやってみたくなったちょっとなんかこう心が綺麗になるっていうかこう正される感じがしません書道ってするするだってさ、ね、その準備の段階でさこうなんていうの墨をこう吸ってる時とかさ、はいはいはい、こうなんかちょっと精神統一じゃないけどさ、はいはい、こうやっぱ静かなところでこうジュン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 っていう中ではやらへんわけやん、ねうん、もう集中してね、うん、そうそうそう何を書こうかなって、うん、で大体書くことって来年の抱負やったりとかするわけでしょ、はい、あそうですねそしたらやっぱ来年、うん、あ来年じゃない今年だ、うんうん、今年の抱負、うんはい、そしたら今年はどんな年にしようかなみたいなことも考えるし、はいうんうんうん、いいですねいいですよ書こうか私久しぶりにでも去年かな、うん、一昨年かな、はいはい、書いてお うまいなーって言っちゃうよね自分で言っちゃうよね私うまいなって思ったから今度でも書き初めしよっかじゃあ二人でねしましょうよ、うん、ちょっとこう長いやつでねそうね、うん、あ長くなくてもいいかな、いいかな2文字3文字ぐらいでいいかなそうだねそうだよねやってみようか、うん、やってみたい楽しい楽しい、うん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 、他には、うん、私ね、はい結構、はい、スゴロクとかやりました人生ゲーム人生ゲーム大好き大好き人生ゲームいいよねマジでもう大好きでもあれもなんかさ、はい、いろんなこう新旧ありますよねあーあるみたいですね、うん、私やってたのなんやろいつのやろかないや私大概古いやつですよ私もなんか、うんうん、結構水色をベースにしたいよ水色緑ちゃうの水色か 水色と緑かな、うん、なんか緑なイメージですけどねあそう私の中では分かんないけどそうあじゃあ同じバージョンかもしれない、うんうん、でもそうですよねきっとねうんうんめっちゃ楽しい楽しいよ ね私結構あれなんかね強いのマジでなんかええタイミングでねお金もらったりすんねんあれ私なんかついてんねなんか何倍とかあるやんかあらららららららあれ結構強いねあそううんでも私ああいうのあかんねん、うん、あほんま やりたいねああいうのとかあのねくじ運とか、うん、あそうなんですかあかんねん私結構ねあのガラガラ強いよ嘘ガラガラだいたいスイカ当ててたからねすごいスイカは何番目ぐらいなスイカ結構トップトップぐらい近いですよなんか丸々スイカねスーパーとかのもうあの丸いスイカですよスーパーのーそうそうそうへぇ結構ねいいんですよ私あかんね、うん、私白以外出たことないもんマジっすか、うん、その分どっかで出てるのかな、ね、あ出てる出てる人生の中で出てる出てるそりゃそうですわ舞さんちょっとじゃあ金色取っとくわ取っとくまだ取ってんねやいつか出るんかな出してくれんのそれ待ってるでウケるウケるいやでもいろんな遊びがありましたよ、はいまあ、他にもね私けん玉とかも好きやったし、うん、福笑いも好きやったし、うんおーねうんあるね、福笑いとか自分で作ったりもしたしねわおすごいねなんか目鼻口とかさはいはいはい作って自分で自分で作ってそうで顔の輪郭とか描いてへーすごい目つぶって並べるんですよ、結構うまいそれはどうですかどんな感じまさかよこが描くほどじゃござんせんよ揺れすぎ揺れすぎもういいもういいっすよはい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 というわけで、はい、いろんなお正月遊びを出してきました、はい、以上お正月遊びでした、はい、倒して倒してラジオワイワイ楽しんでいきましょうラジオの前にいる君最高今日も聞いてくれてありがとうマユとカヨコがお届けするよ一緒に盛り上がっていこうThank you.
やでもなんか、はい、いろんなお正月遊び出てきました ね、 ねなんか計らずも今回お互いが出したやつは、はい、結構昔ながらのそうですねなんかこう、うん、良き時代のみたいな良き時代のねお母さんと一緒にやったりね、うん、しましたもんねそうそうそうっていうのが多かったよね、うんはい、なんか出たやつで言うと、うん箱揚げでしょ、はい、コマ回し、うん、マリとか、うん、羽根つき、はい、カルタ福笑いスゴロク、うん、けん玉、はい、とかね、うん、どれもやっぱり記憶にありますねやった記憶があ、ほんと、うん、覚えてる覚えてるしやっぱり、うん、そこには絶対お母さんお父さんがいたなっていう記憶があるんですよそうなのよだって一人でなかなかできなかったりするじゃないそう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 これって、うんだから、うんうん、そういう意味でなんかこう思い出にリンクしてたりとかそう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 誰とやったなみたいなとか それがすごいやっぱ思い出深いなって思って、うん、そうだね、うん、そういう意味ではなんかすごい素敵やなって思 う、 そうです、ね、改めて、うんうん、で、いいですね、結構さこういう古き良き時代のって言ったらあれやけど、うんはい、その昔ながらの遊びとかって、うんはい、結構ねこう指先とか、うんうん、手をいっぱい使ったりだとかあそうで、ね、でやっぱりなんかカルタとかも、まあ、頭で考えたりだとか、うんでまあ、体を動かすたこ揚げとかやったらこう走ったりとかもするわけし、はいはいはい、お外で遊んだりとかっていう、うんうんうん、なんかそういうこうさ子供の時にすごく必要なことみたいなほうほうほうなんか結構盛り込まれてたりとかするじゃない、うんうんうん、だからやっぱりこうそういう意味ではさ、うん、子供の発育に必要なことみたいなのがいっぱい盛り込まれているし、はいはいはい、で親子で触れ合えたりとか、うん、友達と触れ合えたりみたいなね、そういう思い出にもつながるしめっちゃいいと思うんですよねいいですねいいお正月がねできますね、うん、それだけでできるできる、うん、だからやっぱりこうさ親から子へとか、はいうん、祖父母から孫へみたいなあ受け継がれるわけです ねなんかどんどんこう受け継がれてほしいなと、うん、まあ自分自身もこうね、うん、受け渡していきたいなとそうですね思いますよ ねこんななんか、ね、たまには今はどうなんかな今最近の子もやってるかなどうなんやろやるんじゃない、ね、なんかだって幼稚園とか保育園とかでやっぱ作りそうじゃないそうですね、なんかネットで調べたら結構やってるみたいですね、うん、あ、そうスゴロクとか人間スゴロクとかやるらしいですよ、うん、やっぱ幼稚園の方でなんか、ま、そのマスを作って、うんうん、マスをフラフープに見立てて、うん、で、なんか誰かコマ回してその人が動いていくっていうような感じでやったりしてる幼稚園があるってなんかネットに書いてましたそれさ、うん、一個、うん私側に来ると私が言ったこう人間オセロに近づくよね、うん、あそうねあの 黒顔塗って白に塗り替えてみたいなそれなんでほんまやねなんかちょっと前にやったこう運動会ねそうそう人間オセロオセロねほんまやそれも繋がるね確かに、まあ、そこには大きな隔たりがあると思うけどいやいやでもいろんな遊びがあって、うんはいね、あの伝えていきたいなと思いました、ね、はい、はい、というわけでエンディングですそれでは次回の予告です。次回のトイステージラジオは成人の日企画ということで成人の日っていうのがタイトルです。お成人の日なの？そうです。あ、そうなんだ。うん。あ、成人か。いつやったかな。いや、そんな最近。3年前か。嘘やろ。ほら。まあね。まあそうなんですけど、うん、でも次の、はい、そのタイトルの成人の日の成は、はい、あのなるっていう感じではござんせん。何？成功の成ではないです。成功の成じゃない。え、何、はい、何？星です。星？はい。あ、バルタン星人の成人。そう。それ出てくるね。そうです。やっぱ成人といえばね、そうやな。絶対最初に出てくるよね。出てくるね。そう、その星で人って書いて、はい、成人です。あ、ね、まあ、なぜかというと、まあ、うん、宇宙にはいろんな星がありますよね。はい。まあこの私たちが住んでる地球とか、月とか、太陽とか。でなんか昔こう水金地火木土天海明とか覚えたね覚えたでしょ明海なんか海明なんかどっちなんやみたいなそんな思ったんやいやいやいや思ったかもまあねそのいろんな星がありますよ、はいはい、でも、うん、やっぱりまだ見つかってない星もあると思うんですよ、うん、いつか新たに発見されるかもしれないじゃないですか、はい、そうですねその時のためにじゃないけれども、はい、こうなんとか星の、うん、なんとか星人、はい、で、うん、こんな感じみたいなこうさすごいこう空想を膨らませて考えてみようみたいなだからこう丸の部分に当てはめるんですよ、はい、ま、丸々星人星の丸々星人は、ね、特徴はこんなんで、うんまあ、何を食べててこんな生活をしてるみたいな。なるほどね。それが光るとこうなりますみたいな。光るとこうなります。ないか。何が光るの？この星が出た次の日はこんなことが起きます。そん
らいらん。ああそのなんか祝祭をあげてるぞみたいなとか、もう自由自由に考える。オッケー、フリーダム、オッケー、うん、に考えて、はい、おとなしくおしゃべりしていきたいと思います。はい、皆さん来週も楽しみにしていてください。今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとう。今日のトイステージラジオ、お相手はトイステージのまゆとトイステージのさやこでした。それでは来週も絶対聞いてくださいね。せーの、バイバーイ。